どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日ですが、2020年に買いたかったけれども買えず悔しい思いをしたスニーカーをランキング形式のベスト5でご紹介しようと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで2020年も数多くのスニーカーが発売されまして、私もかなりの数で抽選にも参加しましたが、当然大半のスニーカーが買えませんでした。で、せっかくいろいろと敗北してきているということもありまして、今回はその中でもこれは本気で欲しかったなぁと今でも思う5足をご紹介しようと思います。ちなみに今はナイキの落選画像が流れていますが、今回は全てのメーカーからリリースされたスニーカーのベスト5になりますので、ナイキ以外も当然対象にしております。で、こんなランキングだと当然トラビスの SB ダンクでしょとか、ディオールジョーダンでしょとか思われるかと思いますが、プレネが高いこととかは度外視をしておりまして、自分が本当に欲しかったものを5点セレクトしております。正直5足の順位が全て当たった方には何かプレゼントでもしたいぐらい絶対に当てられない自信がありますので、ぜひどんなスニーカーが出てくるか予想しながら見ていただければと思います。そして皆さんも悔しい思いをかなりされたと思いますので、2020年に欲しかったけれど買えなかったスニーカーなどもぜひぜひコメントにいただいて、一緒に供養ができればと思います。それでは行ってみましょう。ではまず第5位、5位のモデルはこちら、ナイキエアマックス95ネオンでございます。こちらは12月の欲しいスニーカーランキングで1位にも挙げておりました一足で、店舗抽選も含めてかなりの数で抽選に参加しましたが、全て撃沈ということで悔しい思いをしました。で、このイエローグラデとダンクの黒木、どちらを入れるかは相当迷いましたが、ダンクは小さいサイズを買ってしまって今も一応目の前にあるのでこちらを選びました。まあ数年後には確実に復刻するモデルなので、いつか買えるだろうということと、いつまで経っても憧れの一足ということで、なんか手に入らないのもそれはそれでオツかもなぁと謎の納得感もありまして、この順位に落ち着きました。ただあまりおじいさんになってからだと履けなくなるような気もするので、次の復刻ぐらいではさすがに手に入れたいなぁと思っております。続いて第4位、4位のモデルはこちら、キスニューバランス M992 でございます。こちらはおそらく動画で触れたこともそんなにないと思うので、意外と思われた方もいらっしゃるかと思うのですが、これは欲しかったです。キス東京ができた時にエアフォースワンに注目が集まっていましたが、個人的にはこちらの方がはるかに欲しかったので、なんとか注目を浴びないままでいてくれ、そして抽選を勝ち取らせてくれ、なんだったらエアフォースワンかこれかどっちかしか買えないようにしてくれとかいろいろ思っていたのですが、残念ながら一度も入店することができず、未だにオープン以来一度も抽選には勝てておりません。というかこれは初日ぐらいになくなったみたいなのも後で見たような気がします。で、あとニューバランスで言うとおそらくグレーが圧倒的に人気のカラーだと思うのですが、個人的にはまあ僅差ではありますがスチールブルーが一番好きなカラーということもありまして、これはめちゃくちゃ欲しかったです。そして今はというか発売された直後からかもしれませんが、プレネもものすごいことになっておりまして、絶対に手が出ない一足になってしまいました。はい、では第3位、第3位のモデルはこちら、ハノン水野スカイメダルでございます。ということで何度か動画の中でも触れたことはあったと思うのですが、これを当てられた方がめちゃくちゃ少ないのではないでしょうか。特にプレネがすごく高いとかいうわけではなく、当日中に店舗に行けば買えたモデルかと思います。ただ行かなかったのか行けなかったのかはちょっと曖昧ですが、当日中には行けず、後日にスニーカー全スタッフで実物を見た時にめちゃくちゃ可愛くて、サイズがあるか聞いてみたら28しかなくてすごく後悔した一足です。まあなんせこの素材とカラーリングのバランスがめちゃめちゃ絶妙でして、ミズノのモデルの中でも過去最高クラスの出来だったのではないかと思えるような一足でした。あとハノンをはじめとしてサイズやアヒューなどヨーロッパのスニーカーショップのコラボは好みのカラーリングが多いですね。はい、それでは第2位、
第2位のモデルはこちら、ナイキ SB ダンクローエレファントでございます。いやー、これもめちゃくちゃ欲しかったですね。エアマックス1のエレファントを変えていない自分からすると、やっぱりあの柄のスニーカーは一足持っていたいっていうのもありますし、なんせシンプルにクソかっこいいなと思えるような一足でした。2020年はコラボものも含めて SB ダンクはかなりの種類が発売されましたが、個人的に一番欲しかったのがこのエレファントでした。で、クイックストライクでもなくてコラボでもなくて数が多そうな雰囲気もあったので、もしかしたら買えるんじゃないかなとか思ってた頃が懐かしいです。もちろんトラビスやベン&ジェリーとかもかっこよかったですし、欲しい一足ではありましたが、単純に欲しいスニーカーとしてはこちらの方が刺さりました。あと後日実際にドーバーのスタッフの方が履いているのを見まして、めちゃくちゃかっこよくて余計に欲しくなったということを覚えております。さあ、それでは第1位、2020年私が買えなくて一番悔しかったスニーカーがこちら、ショーン・ワザースプーンアトモスアシックスゲルライト3でございます。ということで、ショーンのゲルライト3が1位でした。これは6月から7月頃の動画では恨みつらみをずっとうじうじ言っていたと思いますので、長い間動画を見ていただけてる方は予想がついたかもしれません。いや、これはめちゃくちゃ欲しかったですね。情報リークの時点から明らかに一番欲しいスニーカーでしたし、2020年で一番欲しいスニーカーでした。なんせ好みの左右非対称で、配色もドンズバで好み、さらにゲルライト3というモデルの選択という、個人的には資格が見当たらないようなスニーカーでした。で、アトモスはアプリというかウェブのポイント自体は全然少ない方ではありますが、前から実店舗では結構買い物をして生きていただけに、当時はまあ本当か嘘かわからないウェブのポイントランクで優先的なネットの書き込みを見たりしただけでも、正直ちょっとだけ腹も立ちました。いや、でもそれぐらい欲しかったモデルですね。で、こちらはアトモス新宿のポップアップで実物も見ましたが、めちゃくちゃ良かったです。買えたものも含めて個人的に今年のベストスニーカーだと思います。ということで、2020年私が買えなくて一番悔しかったスニーカーはショーン・ワザースプーンアトモスアシックスゲルライト3でした。なかなか難しかったかと思いますが、予想しながら見ていただけた方で5足すべて当たった方はいらっしゃるでしょうか。ね、個人的に基本的にはプレネで買い物をしないというスタンスなので、買えなかったものはすべて諦めておりまして、今までは二次流通を使うこともなかったのですが、この1年か2年ぐらいで国内のプラットフォームも整ってきましたし、ものによっては定価付近で買えたり定価以下で買えたりするということもあるので、ちょっと2021年は機会があったら二次流通も使っていこうかなと思っております。また皆さんの悔しい思いをしたスニーカーもぜひぜひコメントの方にお寄せくださいませ。はい、ということで本日は2020年買えずに悔しい思いをしたスニーカーベスト5をご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。